はい、皆さん、こんにちは。お元気でしょうか ?CS トイストックウェーブ担当の清家でございます。 えー、もうね、4月も入りまして、えー、新しい生活を始まった方、えー、いらっしゃるんじゃないでしょうかね、えー、某あのバーガーショップでですね、えー、なんかこう、新人さんのタグをつけた、えー、女性たちがですね、カウンターで頑張ってる姿見て、なんかほほ笑ましいなと、初々しいですね。はいまあ、どんな年でもね、あ年齢でもその VVC い日っていうのはあって、僕はとてもいいと思いますし、えー、なんかこう、フレッシュな気持ちでスタートできるっていうのは、この季節の一番いいところですよね。さあ、皆さんも頑張っていきましょう。 4月に入るということでちょうど4月1日が、ね、この間あったわけなんですけど、えーまあ、エイプリルフール、まあ、このタイミングで、ね、エイプリルフールの話もおかしいんですけどでもねちょっと悔しい思いしたんでちょっとお話しさせてください、えーまあ、もちろん、ね、僕たちの仕事というのはそのおもちゃを売ることなんですけどやっぱり海外の方との,、ね、そのお付き合い とても大事ですよ、ね、もうすごい実際やってて楽しいんであのもうそういうねエイプリルフールのネタとかっていうのは結構あるんですけど、えー、ちょうどねその僕たちの、まあ、送っているおもちゃの一番買ってくれてるのがアメリカなんですよ。でアメリカ合衆国っていうのはその大体時差が一日違うんで。 あのー、僕たちがその、ね、エイプリル・フールですよというふうに言ってもです、ね、向こうは1日前なんですよね。で、えー、僕,らがもう僕らが終わった後にエイプリル・フールが向こうを迎えるわけなんですけど、えー、やられましたねでどんな、あのー、エイプリル・フールのネタにやられたかというとやっぱ特撮関係でしょで特撮のね、あのーまあ、大っぴらな嘘っていうのがよくあるんですよ。でちょっとこれ大荒れしたのがですね あのまあ、今ちょうどね、きあのー今日あのー、最初の曲として書けようと思ったんですけど、宇宙戦隊、キューレンジャーね、でこ,のこの番組がその来年の,そのアメリカでのです、ね、パワーレンジャーに、ね、なるというニュースがダーっと出たんですよで。特撮ネットワークさんとかね、結構こういうあの、ね、情報通のサイトとかにもそれ取り上げられて、えーもう、もうなんかそれらしく書かれてたんですよね。 でそれ見てああ、そうか、やっぱり銃王者飛ばされちゃったのかとかね、でまあ仕方ないよねとかってこう、本当に僕、飲み込んじゃって、僕は、だって僕聞いたのは4月の2日ですから、それね、<laughs> そのニュースを。で、そのアメリカの方でで、ね、発表された話はその4月の1日だったんで。 そのまんま飲み込んじゃってですね。えー、もうね、なんかこう、ツイッターでね、こうみんなに広めて大笑いされましたよ。<laughs> そう、本当にやられましたね。ただ、えー、実際にね、その、キあの、9連ジャーは、その、ひょっとしたら、嘘じゃなくなるんじゃないかなっていう話もあるんですよね。えー、まあ、皆さん多分ご存知だと思いますよ。獣王者、ね、動物園って1王者。やっぱり日本でもね、やっぱりヒットしたんですけど、いわゆるおもちゃの、 あの展開っていうふうに考えるとああいうそのブロックのねこう積み木みたいなものでこう組み上げていく、えー、おもあのロボットとかですね、えー、それがまあ集めていくそれは楽しいんですけどいわゆるんでしょうねあのガチャガチャだとかそれから食玩、まあ、もそうですけどこうパーツを集めてね例えばガイアメモリだとか9玉とかねああいうその小さなものを集めていく楽しみっていうのが。 の時はなかったんですよねでやっぱりその海外展開するっていうことは当然そのビジネスの展開としてもまあお金にならなきゃいけないし大儲けしないとダメなんですよ。でアメリカ側としてはその10オージャーはちょっとスキップしてひょっとしたら本当に9レンジャーに行くんじゃないかというのはね q レンジャーのデザインコンセプトとか最初のその立ち上げの段階から企画の段階からアメリカバンダイがですね結構関わってるんですよねそうなると、えー、こうすぐにでもですねちゃんとこうビジネスにつながる可能性が非常に高い q レンジャーで実際この日本でもねこれヒットしてますねで欧米でも、ね、大変皆さん関心持って、えー、見てるようですし ひょっとしたらね、う、えー、から出たまことということもありえるのかなと、ちょっとこうね、えー、ねあの1年後ぐらいになったらですね、ほらね、ね僕の言った通りだったでしょという顔をしてみたいなと。 ね、と、まあ騙された方としてはですね、えー、リベンジをやってみたいなと思うんですけどね。まあ、そういうことも期待を込めましてですね、えー、まあ九連 g e r も、ね、頑張っていただきたいですけどね。さあ、それでね、今日の1曲目、えー、元気の出るこちらの方でね、曲でいきましょう。えー、Let's hear the, the 宇宙戦隊 QRENGER's opening song, The Lucky Star by the h a、no、t t e n Tomo、oh、Hiro.Here we go.